はい、えー。皆さん、こんにちは。アイヤー副会長の斉藤です。今回はですね、えー、臨床教育マネジメント号外ということで、2016年を振り返ってというタイトルでですね、えー、お話をしていきたいと思います。さあ、あとうとうですね、2016年も残り数時間、ね。今年は何をして過ごしてきたんでしょうか そしてどんな年だったのでしょうかもしかするとやり残したことなんていうのもねあるのかもしれませんきっといろいろな思いがあふれていることと思いますまあですがね、えー、どうせなら、まあ、なんていうのかなあれやり残しちゃったよとかねそんな気持ちではなくポジティブな気持ちで2017年を 迎えたいところですそこで今回のお、まあ、号外とね、えー、名付けたのもですね本当はもうちょっと後でお話をしたい内容だったんでねえー、えー、っとまあテキストとは違う号外という形で出しました2017年をポジティブな1年にするためのたった一つのテクニックこれをお伝えしますえー、今回ですね お伝えするたったっ一つのテククニックこれ使うだけでですね大量のチョコレートを食べた時とかですね、まあ、あのギャンブルをしている時以上のエンドルフィンこれが分泌されますもちろんですねこれを使えばリハビリの効果が大きく上がるというのはですね、えー、言うまでもないことですいいですか皆さん聞き逃さないでください そのテククニックとは笑うことですはいはいはい、そこで。はい、がっかりしないでください。そして、しかめっ面はしないでくださいね。まあ、あの、僕の今のね、喋ってる声からして、笑っているのが伝わっていててくれたら、嬉しいなと思うんですけど、ね、はい、どうぞ笑ってください。はい、笑って笑って。ね、まあ、なんか信じられない人も、 出てくるんじゃないかなとかはね思うんですけどまあそうですよねまあですけどね、えー、実はあんまり精神論でね、えー、言ってるわけじゃないんですよ実際にですね最近の研究とかではですね常に笑顔でいる人の方が収入が多くてですねまあしかも病気にかかりにくいと言われていますこれ一体なぜなのかということなんですよ まあ実際にですね、しかめっ面、まあ、いわゆるネガティブな感情や表情。あとはね、面白いのが姿勢なんですよね。ね、ネガティブな姿勢。まあ、まあ、表情や姿勢ってことですよ。まあ、これでいる人はですね、まあ、あの、前頭前皮質のですね、まあ、右側の血流量が変わってきたりとかしてですね、ノ,ノルアドレナリンの濃度が、まあ、変わってきます。まあ、高まっちゃうんですね。 あしかも副腎も刺激されてコル、コルチゾールがね、えー、血中に放出されてしまって、まあ、脳内に到達したらもう始末を終えないわけですよ。で、まあ、高ストレスホルモン、高ストレスホルモンね、ええー、と言われててね、まあ、ストレスを感じたときに出るのがコルチゾールなわけですけど、でこういうとなんか悪いものに聞こえるけど、まあ、人が生存するっていう意味ではですね、まあ、必要なもの,でものですし、先ほど言ったノルアドレナリンもね、 えーまあ、適量だったらいいわけですよ。ただこれがですね、えー、脳の中で濃度が高まって高まって高くなりすぎてしまうのが、まあ、非常に良くないというわけですね。えー、もうちょっと具体的な、ねえー、さっきの収入が多いの逆で言えばですね、まあ、ノルアドレナリンが高まったりとかしてですね、えー、いる方っていうのは最悪を常に想定して行動する方が方になってしまうためにですね いわゆる行動しないという行動を選択するわけですね。何を言ってるんだみたいな感じですけど、まあとにかくね、えーまあ、チャンスを逃しやすくなるわけですよ。行動しないためにね。まあなので収入が上がらないと。まあさらに、今度はあの病気にかかりに、ねえー、笑顔の人は病気にかかりにくいのに、しかめっ面だと病気にかかりやすい。 怒っていたりとかねえー、常に悲しんでたりとかすると病気になりやすいのは何でかってなるとですね、えー、これは副腎が、まあ、コルチゾールを高ストレスのために生成し続けるとですね、まあ、副腎が疲弊してしまうわけですねまああのまあいわゆる副腎皮質ホルモンねというわけなんですけど、まあ、これってねえー、まあ、えー、多数のビタミンと。 あとは、えー、コレステロールこれを元にしてですね、えー、生成するわけですよ、ね。コルチゾールも生成しますし、えーまあ、いわゆるざっくりといえばステロイドホルモンでは聞いたことありますよね。まあ、こういったものを生成するわけですから、えー、コルチゾールばっかり作っててですね、えー、そっちに、えーまあ、エネルギーであるとか、ねえー、コレステロールを原材料にしてステロイドホルモンとか作るわけですから。 まあねえーまあ、体が、ねえーまあ、体をもう安定させるために必要なホルモンがうまく生成されないという状況になってしまえばです、ね、特にステロイドホルモンが不足してしまうと倦怠感などが起きてきますからねえーまあ、まあざっくりと言えば免疫としての役割が十分果たせなくなるわけですよ、まあ、それは病気になるわなとね いうわけですまあここまで言えばですねもうネガティブポジティブっていうのをですねまあただの思考法とか精神論で片づけてるっていうのは一昔前のリハビリなわけですよ。両方視の視点で言えばあまあ今のね両方視の視点で言えばまあ実に科学的な内容であると言えるわけです。ね、えー、ポジティブシンキングとかって言ってね前つば前つばみたいにね まあ、あの言うのは簡単ですよ。ですけど、どうせならね、えというよりも完全に、えー、脳の中でこれだけの変化があると実証されてしまったら、もう使うしかないじゃないですか。ね。さあさあさあ、改めまして、この2016年を振り返ったときに、どんな年だったんでしょうか。どれだけ笑って過ごすことができたんでしょうか。 まあね残念ながら医療の現場で、まあ、しかもねスタッフ間で聞こえてる声っていうのはネガティブでもう本当に笑顔とは無縁な本当ストレスフルなことばっかりなんですよね最近あった相談でも一人の新人君がね、まあ、その人の対応が周囲をイライラさせてしまってねもう誰一人としても全然笑えない状況になっていたみたいです、まあ、ですがね だからこそ、ネガティブな表情で対応するんではなくて、ポジティブな笑顔で対応するっていうことが大事になってきます。もう笑顔で、その人のことをしっかり褒めてあげてください。些細なことでも褒め,て褒め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 まくってください。まあそれが第一歩です。いいですか、そこでね、ネガティブな表情をしたりとか、そんな褒めるとこなんかないよ。 なないいんじゃないです見つけけてないだけです,きっとあるはずですねまああとはねほんまはちょっと補足しちゃえば最近の若い方たちっていうねざっくりとしたくくりにしてやっていいのかどうかは何とも言えないですけど彼らがわからないって言ったことは本当にわからないことだと思うんですね。なのでねえー、しっかりとこう。 伝える努力というかねそういったことはね僕たちに必要かもしれません昔とは働き方も教育も違うんですでお互いの世代が違うということを認めてでその上でちゃんとですねお互いに笑って、えー、仕事ができるというところをですね、えー、作っていけたらそれほどいいことありませんからねさあ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 ちょっとね補足と横道にそれちゃいましたがね本当に2016年 どれだけ笑って過ごすことがでできたでしょうかさあもうそうしたらですね2017年に向けてあなたがすることは決まってるわけですまず最初にやることはお正月にお笑い番組や楽しいイベントが目白押しですねえー、それにはやっぱり理由があったってことですよねもう笑顔でいるだけで OK そししてお正月を楽しんでくださいでまあ本当ならね目標設定とかいろいろね、えー、考えることも必要ですけどでそういったことを考えるよりも先に自分の気持ちが前向きでポジティブなものになっているこれが一番大事ですこっちが先ですよで後ろ向きなままね前向きにはなれないわけですからまず前向きになってから未来を考える ね、後ろ向きのままだったら過去しか見てないわけですからね前向きになって未来を見ていく、ね、そのためにもお正月を楽しんでくださいはい、えー、ということで改めまして皆様本年もたくさんのご愛好をいただきありがとうございました来年もアイエアーであり続けますのでどうぞどうぞよろしくお願いいたします 皆様良いお年をお迎えください、えー、臨床教育メンターアイエア副会長の斉藤誠でしたまた来年お会いしましょうはい、追伸です、えー、最後のメルマガですがしっかり最後まで、えー、売り込みます売り込みますって言っちゃってますねまあいいのかな、まあいいや はいえー、っとですね1月5日日はい僕の誕生日ですえー、東京麻布十番にてマインドマップ体験講座ねえー、この日限定講義特別講義にしますはいえー、内容はえー、そうですねまあ秘密にしとこうはいえーま、マ,イマインドマップをねお伝えするのはそうなんですけどあのそのテーマというかねそういった内容をこの日だけの内容にしていこうかなと思っています とうとう僕も40歳ですよ。早えなはいい e が2011年4月に集まってというかまあ2月か。2月27日にやるべえと決めてからですからね。早いもんですね。はい。ええー、あの時若造だったのがあいつの間にか40歳です。 まあ、35と40も大して違いはねえとは思うんですけどとうとう大台に乗っちゃいましたからねえー、それだけのことをですね僕もいろいろやっていこうかなと思いますんでねえー、皆さんと一緒にこの1月5日記念すべき僕の40歳の誕生日に一緒に何か面白いことをやっていきましょうねえー 平日木曜日なんですけど13時からあやっていきます、まあ、僕のたんね生まれた時間が12時40分ぐらいだったはずなんでね、はい、生まれた直後の時間本当に40歳ぴったりになってからやるぜみたいな感じですよはいまあ楽しんでやっていきますどうぞどうぞおご参加くださいはい追伸その2です えー、残念ながら僕のね、えー、誕生会に来れないって、誕生会って言っちゃったえー、っとですね、まあ、来れないという方はですね、e l e ー r n i n g コースをこちらをお勧めしております。えー、っと、作業療法塾のですね、えー、っと、まあ、脳家、今回のようなね、脳科学の話もベースにしてある内容ですね、もっとこう、なんていうのかな、あ 作業療法に使いやすい形でお伝えしようとですね、いろいろ試行錯誤しておるところですが、まあ、そんなですね、えー、e ラーニングコースをー作ってありますのでね、えー、地方在住でなかなか参加できないという方はですね、そちらをお勧めしております。はい、ということでですね、えー、まあ最後までいろいろ言っちゃいましたが、ねえー、まだまだリハビリテーションの可能性は無限大だと思っています。 まだまだ僕たちにやれることはあります。どん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 楽しんで、この業界を、何て言うのかなあー。そうだね、業界を楽しんで生き抜いていきましょう。ということで、皆様、良いお年をお迎えください。